皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。トッサン TV トッサンでございます、えー。本日はですね、ジンギス・ハンを削除しろでございます。よろしくお願いいたします。えー、っとですね、AFPBB のニュースでですね、えー、フランスにある博物館が、えー、モンゴルの歴史に関するですね展示をしようとしたところ、 えー、中国政府の当局者がですね、えー、その展示内容についていろいろと要求をしてきて、えー、なんとですね、その、まあ、展示会自体が中止になると、事実上のですね、中止になるというニュースがありましたのでお届けさせていただきたいと思います。 はい。フランスの南ンという,う町ですね、にある博物館だそうですけれども、お中国の内モンゴル自治政府の協力を受けて、モンゴルの歴史についてのその、えー、展示物を催そうと。 したところ、うちモンゴル政府ではなくて、中国共産党の、まあ、当局者からですね、えー、とある要求が来ました。えー、これもびっくりするんですけれども、その展示内容からですね、えー、モンゴルという言葉と、帝国という言葉と、 そして、なんとなんと、チンギスハンという言葉を削除してほしいという要求が来ました。で、そればかりではなくて、この博物館展示会の看板であったりとか、地図であったりとか、チラシであったりとか、店内の掲示物の文章ですね、の全ての監督権をよこせと。こちらで管理させろと。 いう要求が、これ、内モンゴル内の話じゃないですかね。フランスの話です。フランスまでわざわざ行って、そういう要求をしたということでございます。びっくりしてしまいます。ニュースとしてですね、そんなに大きなニュースではないんですけれども、ちょっとこれを読んだ時にですね、もう本当なんか、ちょっとこの胸のあたりがなんかもやもやっとしてしまいましてですね、 あのもうこれは皆さんと共有させていただくしかないということでちょっと動画で上げさせていただいたんですけれどもあのモンゴルの方にとってこのチンギス・ハーンという人はですね本当に何と言いますか自分たちのルーツでありもう一種の神様でありですねえ何、ー、というか、えー とてつもななく大きい尊敬すする存在なわけですもちろんチ、えー、ンギス・ハーンも人ですからあの光と影がありますがあその光の部分うんというところでですね今なおそのモンゴルの人々の心の支えになっていると拠りどころになっているという歴史上のまあ人物であると。 ということであります。はい。で、これを、このチンギス・ハーンという言葉を、その、モンゴルの歴史の展示会なのに、ここからなくせということは、もう、モンゴル人のアイデンティティや歴史を抹消しろと言っているに等しいわけです。で、ちょっと前に、うちモンゴルではですね、その、モンゴル語の授業というのを基本的には廃止しました。で、 えー、まあ言語をですね、まあもうお奪おうとするような、これはウイグルでもやられてますし、チベットでもやられてることであります。はい。で、まあその内モンゴルがそういう状況にあって、今ですね、えーまあ、中国共産党、 お、をあがめ立てまつるような、そういう中華思想。まあ多分中華思想ではないんですけど、もはやですね。えー、を、どんどんこうお、ルフさせるというか、プロパガンダをして、えー、それによって民衆をまとめようとおいうことをお、まあ、中国共産党がやってるわけですけれども、えー、情報をですね、遮断したりとか、あ 歴史的なその事実を隠蔽しなければ得られない求心力であるんであればそもそも求心力を得るに値する組織じゃないわけなんですはい慕われる組織になれっていうところなんですけれども多分そんなことは理解できないんだろうというふうに思います人の心の中や頭の中をいじれると思っている もうそれが多分ものすごく私は多分ここのもやもやになってるんだろうなという気は、えー、するわけですけれどもはい、えー、ちなみにですねちょっとあの少し脇にそれますけれどもモンゴルの人にとってそのチンギス・ハーンという人がですねまあモンゴルの方に言わせると日本人にとってのおそらく天皇陛下とお同じような感覚なんじゃないかという方もいらっしゃいますで日本ですとジンギスカンという料理が あります。はい。えー、まああの鉄のごやつで、羊の肉と野菜を一緒に焼くものになりますけれども、これがですね、モンゴル人の人にとってはとてつもなくその戸惑うということであります。私の動画で、あのうちモンゴル自治車のモンゴル語授業廃止とおモンうちモンゴル人民革命党事件という動画を上げさせていただいてますけど、そこの あの、資料で使わせていただいた、まあ、モンゴル研究の第一人者であります、えー、ヨウ・カイエー先生ですね。えー、先生もちょっと東京オリンピックもあることだし、ぜひ見直してみてはくれないだろうかというようなことを、またおっしゃっているわけでございますけれども、えー、こういうところはですね、えー、我々も柔軟にですね、その、当事者がやっぱり、えー、どういう思いなのかという思いを馳せてですね、あの、 変えるべきところは変えていった方がいいのかなというふうに思います。これですね、ちょっと例えが、まあ過激なの、例えばですね、海外です、すき焼きって食べられてるじゃないですか。で、そのすき焼きに、例えば天皇陛下の名前が呼び捨てで付けられていて、それをみんな喜んで食べていると。もちろん全然悪気はないという状況だった場合に、もう多分戸惑うしかないと思うんですね、日本人は。まあ普通の日本人であれば。で、 私だったら一緒にそれ食べません。はい。天皇陛下のお名前がついてたら、とてもじゃないけど食べれません。いくらすき焼きでも。多分、そういうような、に類似するような感情をお持ちになるんじゃないかな、ということでございます。我々としても、まあ、ま、改めるべきところはあるんですが、ただそれはですね、えー、例えば昔、大人の男の人が行くお風呂を、 まあ、トルコブロと呼ばれてましたね。トルコ政府から抗議を受けまして、で、それはやっぱり変えて、えー、もはや、あの、どこも使ってないわけです。で、その、なんていうんですかね、分、相手の文化を知らずに、えー、その象徴的な意味合いでニックネーム的につけてしまったもので、ただ国際化が広がる中で、えー、相手さんの気持ちが、 あ分かった時にはですね、変えるべきものは変えるっていうところでいいのかなというふうに思うんですが、それはあくまでですね、あのー、その政策とか政治的な話ではなくて、えー、まだ情報が行き渡ってない中でのイメージでやってしまった無邪気なところがあるわけですが、えー、今回のこの話というのは、えー、意図があるんですね。完全にそのモンゴル、内モンゴルのモンゴル人の方々のアイデンティティを 中国共産党が人為的に変更しようと、その試みの一環として、わざわざフランスまで行って、こういうことをしているというところでございます。はい。えー、これは本当にですね、あのー、まあ、人間の尊厳を踏みにじる行為を、一国のトップ、政府ですね、ガバメントが、 率先してやっているということで、まあ、ろくな組織じゃないということが言えるわけでございます。はい。で、えー、まあ、こういう状況ですね。今、アメリカの大統領選が差し迫ってき、えー、ております。えー、バイデン氏有利な状況が続々とメディアから、左派系ですけどね、メディアから出てきていますが、保守系のメディアでもちょっと厳しい状況も出ております。ただ、私はまだトランプ、 トランプさんじゃないかなという気は、フロリダ取りそうなので、じゃないかなという気はしておりますけれども、トランプさん、個人はあんまり結構ノンポリシーな気もするんですが、その取り巻きがですね、非常にこういった安全保障の部分、ものすごいしっかりした,人たちした人たちが取り巻きでいますので、 えー、ちょっとですね、えー、今回の大統領選というのは本当に注目かなと思ってます、えー、そんな中、この間副大統領選のテレビ討論会がありましてそこでペンさんすごいなと思ったんですけれどもそのペンさんがですねこういったあ中国のやり口に対して、えーまあ、非常にうまいことを言っているというところが。 ありますのでちょっと紹介をさせていただきたいというふうに思いますはい、2019年の10月の演説でペンさんがこんなことを言っております中国はアメリカに不公正な貿易で何千億ドル分もの製品を輸出するばかりでなく最近は企業の欲を悪用して つまり、アメリカの世論に影響を与えようとして、企業や映画産業、大学、シンクタンク、研究者、報道関係者、自治体、州、連邦政府の役人に見返り、つまりお金を与えて、威圧を続けていると。で、その威圧やお金によって、検閲というものまで アメリカに輸出してきてきるとこれを世界にやっているんだということをペンスさんが言っております、はい、まさしくその具体的例が今回のモンゴルの展示会ですね歴史的な歴史の展示会というフランスの歴史博物館に対して起こったことだということでございます はい。えー、ま、一回のおっさんではありますけれども、私とおっさんからもですね、誠に遺憾であると、遺憾法を打ちたいなというふうに思うわけでございます。はい。では本日の内容はここまでになります。また明日お会いできるのを楽しみにしております。ご視聴、誠にありがとうございました。